皆さんこんにちは、逆転コーチングの斉藤と伊沢です。本日はですね、関西学院大学の穴場学部を徹底解説していければと思います。やっていきましょうか。はい、関学と言いますとね、関関同立の一つとは皆さん知ってるとは思うんですけれども、やはり難しいですよね。難関私立大学の一つとなってきますので、実際どこの学部とかだったら受かりやすいのかなっていうところ、分からない方もいらっしゃるかなと思いますので、本日はですね、倍率や偏差値、合格最低点などもろもろ含めて、キャンパスごとにそれぞれ穴場学部っていうところをご紹介していければと思います。はい。また現在逆転コーチングでは、関関同立大学などの難関私立大学を目指している方に向けて、毎月枠数限定で無料受験コーチングというものを行っております。合格から逆算して、今あなたが何をすればいいのかをですね、受験のプロが徹底的に計画立てていくものとなっておりますので、このままで受かるか不安とか、今何すればいいかわからないっていう方はですね、お気軽にこちらの動画の概要欄の公式 LINE 追加してください。はい。難関私立大学の合格率 82.7%。 長野県の偏差値40の商業高校から明治大学に逆転合格しました。1日単位で計画が立てられていたので、モチベーションを保って志望校まで走り切ることができました。難関私大専門塾逆転コーチング。はい、それでは早速入っていければと思うんですけれども、まず改めて関学の概要、キャンパスとかね、学部数みたいなところご紹介いただいてもいいですか。はい、まずキャンパスはですね、全部で8つあるんですけども、学部設置キャンパスに関しましては3つですね。なるほど。西宮清和キャンパス、神戸三田キャンパス、そしてメインの西宮上ヶ原キャンパスですね。はい。学部数としましては全部で14学部、学生数は約2万4000人ということで、大規模な大学ですね。そうですね。はい。関関同立の1個の特徴としては、やっぱ学部が多いっていうところが挙げられるんですよね。はい。2万4000人で14学部は比較的多いような形になっているので、いろんなことを学べる大学というような形ですね。はい。偏差値はですね、50から 67.5 ってことなんですけども、まあ 67.5 は国際学部の1科目入試ですね。平均的に見ますと、文系は約55から 57.5、 理系に関しましては52.5 くらいですね。こちらが平均の数値となっていますね。ありがとうございます。はい。ではですね、まあ穴場学部をお話ししていく上で、改めて2024年度の振り返りっていうところと、2025年度以降の入試変更点っていうところご紹介いただいてもいいですか。はい。まず2024年度ですね、志願者数が増加した大学で関学2位なんですよね。すごいですね。はい。全国の全ての大学の中で2番目に志願者数増加してるってことですもんね。そうですね。ちなみに1位どこだと思いますか。私はもうもちろん知ってるので、皆さんどこだと思いますかね。はい。ちなみに1位はですね、東洋大学になってましたね。はい。はい、というところで、まあ、東洋大学に次いで志願者数が約9000人増加したという形ですね。はい。2025年度からの変更点はどうですか。変更点としましては、2月5日に毎年実施されている英数日程ですね、こちら社会学部と教育学部が新設されました。あとはですね、人間福祉学部において共通テスト併用日程ですね、も新設されまして、併願減額制度ですね、併願したらもう一つは安く受けられる併願制度ですね、こちらも拡大したということですね。そうですね。はい。適用学部っていうところが増えたっていうような変更点がありますね。はい。あとはですね、こちらも人間福祉学部なんですけども、学部個別日程英語国語型ですね、こちらが傾斜配点型に変更されましたね。なるほど。はい。傾斜配点って何かっていうと、自分の得意な科目とか選んでいただいて、従来であれば100点100点100点っていう配点を150点100点100点とか200点100点100点のように傾きをつけることができる、得意な科目を強みとして出すことができる方式となっているので、これはね、ぜひ自分の得意科目で傾斜配点出せるのであれば出すっていうことも検討してもいいかもしれないですね。はい。はい、ありがとうございます。それでは早速穴場学部に入っていければと思うんですけれども、キャンパスごとに行きますか。教育学部しかない西宮清和キャンパスなんですけど、このキャンパスにまず穴場はあるのか、つまり教育学部は穴場になっているのかみたいなところで言うとどうですかね。こちらの教育学部ですね、メインの上ヶ原キャンパスから徒歩圏内とはいえですね、上ヶ原に行きたい人が多いので、毎年最低点も低く出ますし、偏差値も低く出ますし、穴場として言われることも多いので、こちら穴場と言っていいかもしれないですね。そうかもしれませんね。はい。ただも2024年は倍率がね、ちょっと上がってましたね。上がりましたね。はい。やっぱり全体的に間隔上がりましたから。確かに倍率が下がった学部っていうのはそこまでないような、そうですね、形でしたもんね。はい。西宮清和キャンパスでは教育学部しかないんですけど、教育学部は穴場と言ってもいいかなというところですね。はい。続いて神戸三田キャンパスはどうですかね。まずこちらのキャンパスはやっぱり都心から離れていますし、立地もあまりいいとは言えませんので、こちらまず神戸三田キャンパス穴場なんですけど、その中でもやっぱり総合政策ですね、こちら毎年合格最低点低く出てますので、こちら穴場ですね。はい、ありがとうございます。はい。確かに総合政策学部はね、比較的狙いやすいかもしれないですね。特に関学のいいところは、学部間によって問題傾向の差がそこまでないので、これ関関同立全体してね、そういう傾向はあるんですけれども、はい、第一志望の学部がね、もし難しいとしても、英願滑り止めとしてね、このような学
学部ぜひ受けてほしいなと思いますね、うん、はい、はい、ありがとうございます。で最後メインキャンパスの宇都宮上ヶ原キャンパスですね、こちらいかがですかね。はい、こちらはですねやっぱり一つは人間福祉学部ですね、うん、こちらに関してはメインキャンパスの中でやっぱり一番穴場となってきますね、うん、なるほど。やっぱり将来福祉とかあんまり興味ない方でも、うん、社会企業学科だったりとか人間科学科など、まあ、社会で役立つような力つけることができますので、うん、こちらもおすすめですね。確かに、はい、上ヶ原キャンパス行きたいなっていう方は、うん、受けてほしいですね。受けてほしいですね、はい、おすすめですね。はい、福祉も今後需要高まりますので、うん、ぜひ受けてみてほしいですよね。そうですね、はい、で冒頭でも言った通りですね、はい、傾斜配点型っていうのが2025年度から始まりますので、うん、自分の得意科目ある方はそちらもいいかもしれませんね。はい、はい、ありがとうございます。他にはありますか。はい、もう一つは文学部ですね、はい、基本的に文学部はどの学科も最低点は低くなっていますけど、うん、倍率とか見ると2025年度に関してはですね、うん、特に西洋史学専攻ですね、こちらは穴場ですね。なるほど、まあ、例年的に見ますと他にも地理学、地域文化学専攻だったりとかアジア史学専攻なども最低点は低く出ますね。ということで、まあ、この3つはね、こう文学部全体的にもおすすめではありますけれども、うん、特にここは狙ってもいいのかなっていうところがありますよね、はい、どうしてもこうカンカン同率に滑り込みたいんだとか、うん、漢学に受かりたいんだっていう方はここも受けてみてほしいなっていうところなので、本日お話しさせていただいた以上の学部学科に関しては、うん、ぜひ日程分けてね受験されることを検討してほしいなというふうに思います、はい、とはいえね、漢学もそんな簡単に受かるような大学ではありませんので、今例えば偏差値まだ40代ですとか、過去問一回解いてみて半分も取れませんっていう方、ぶっちゃけこのまま勉強してても合格は難しいかなと思うんですよね、うん、そういう方に向けてですね、現在逆転コーチングではここから合格するための勉強計画を毎月枠数限定で一緒に作成しております。受験のプロがですね今何すればいいのか徹底的に一緒に考えていきますので、少しでも興味ある方や今不安という方はですね、こちらの動画の下記概要欄にある公式 LINE 追加していただければと思います。ということで本日は関西学院大学の穴場学部についてお話ししてきましたけれども、人気がね高まってると言っていいでしょうね、はい、これだけ受験者数増えてるので、うん、こう一時期ちょっと下火になりかけてた時期とかもあるんですけど、うん、また復活してきてるので、今年もねそう簡単にはいかないかなと思いますので、はい、ぜひ受験作戦と計画立ててですね、うん、頑張ってほしいなというふうに思ってます、はい、それでは本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。